笑っちゃうお腹減って今日はちょっとアイシャドウ違うのを使ってみたんですけどいつも減ってるやんそれな晩ご飯は食べましたよ沖縄旅行中めっちゃいいな 沖縄には行ったことがないですミラコはパスポートは取ってるけど海外にも行ってない行ったことないしまあそれは行ったことないよなはじめましてこんばんははじめましてこんばんは初見さあアイシャドウアイシャドウがなくなりました なっったっけなぁあれミラコのメイクポーチはメイクポーチに入れてないのであのー、メイクポーチじゃないですま、うん、たこれ使いましたキャンメイクのあーくしめで出そう、うん、はい止めましたキャンメイクシルキー スフレアイズ02番を使いましたこれを使ったのででもあんま初めて使ったからあんまり使い方がよく分かりませんでしたがいい感じおそろそうこれで止まりますよくしゃみ皆さんもぜひ真似してください まつ綺麗全然やで未来マジでまつげ汚いもう今未来マツパしてから未来のまつげ人生終わったもんまつげパーマは未来には合わへんかったからダメですまつげパーマする前はあのま,毛のまつげ NNB のまつげ担当でしたアイラインの引き方変えたあ大正解です なんか今日はちょっとうまくいきましたいつもうまくいかへん可愛い,いと思いますよありがとうございますこんばんはまつげびやきはこの頃塗ってへんあかんちょっとやっぱ花粉症あちょっとテラップに花粉症って書いとこう花粉症花粉数になった症ですよしこれから夜勤 頑張れ夜勤こんばんばは今日はちょっとあのねあの NNB でいろんなことがあって NNB でいろんなことがあって桃音さんの卒業発表びっくり仰天しましたミラコンももちろん知らへんくて おもねさんとはコロナになる前に遊びに行きましたパンケーキ食べに行ったもうびっくり仰天ですもうあのねいつも卒業発表が誰かされたらこう全体で来るんですよメールがあのピンポーンって来た時にもう愛と口が塞がらへんかったびっくりしたほんまに。 いや誰にも言ってへんかったんやだからあれですよね同期のドラフトに規聖さんも知らへんかったっぽいですよねまあそれ琴様はね知るかリーダーやしもうびっくりびっくりポンですよね皆さんびっくりポンでございますが も卒業するしねなんか未来同期がさでも同期の卒業発表もさ未来言うてさ同期6人ぐらい卒業発表してるけどさあの7、ー、歩7歩の卒業発表しか知らへんかった同期もリオナも知らへんかったしでもリオナもさ全然さあれやんなあのー。 メンバーに言ってなかったっぽいしミライナの7本7本の卒業発表は知ってたけど他のメンバーは知らへんかったし予想外ですよねめっちゃおもれさんがって感じなので皆さんも開いた口が塞がってませんよねミライも塞がってないほらえ妹のあーちゃんさんにも言ってへんかったらしえー、じゃあもう びっくりびっくりですよねびっくりあとはケイトもねコロナに感染したみたいなのであのでもケイトめっちゃケイトほんまに感染めっちゃしてたからマスクも永遠にしてたしもう絶対だあのな 劇場に来てたか来ても二人で手洗いうがいとかいっぱいしてたからあとは距離あれ距離を保ちながらずっと喋ってたから対策はいっぱいしてたけどやっぱりなんて言った対策なんかみん変なこと言っちゃったこんばんはあ <laughs> 感染めっちゃしてた初見ですありがとうございます 間違えた間違えた対策めっちゃしてた <laughs> 感性めっちゃしてたわやばい発言やろそうめっちゃ対策をしてたかどめっちゃ、うん、けど学生やからな確かにほんまにほんまに学生やから学生はね学生やからね でも学校でも感染予防めっちゃしてるって言ってたけどなでもねなるときはなりますもんねでも濃厚接触者がね誰もいなかったみたいなのでそれはそれで安心ですよね安心というかよかったひとまずは安全 こんばんはびっくりしますね濃厚接触者になったらねダメなので復興中の幸いでいいっいい頑いってたから今のうちにいっいい休いでほしい学いに未来と同い同いはいてるえ、漢字も一緒ですか 未来っていう感じ未来っていう感じでさ美しいに来るで未来って読まへんやんミクとかになるけど <laughs> 未来は珍しいんだワクチン2回目打ってきて腕が上がらないワクチン大丈夫 ワクチン打てないミラコはワクチンで未来もやばそういうからしんどくなって未来未来イ可いいよ未来の感じ可愛いよな自分でも思うでも中野がちょっと嫌やななんかいやいよくいやいいけどないいけどな もうちょっとなかか可いらしいのが良かった中野というより可愛いらしい佐々木とかなかか可いらしいなんか中野ってさえまあでも中野も可愛いか例えば 可愛い,い感じの <laughs> 佐々木佐々木希さん可愛い,い中野も可愛い,いかあの佐々木なんやろうなえー難しいなでもメンバーで言ったらメンバーのミュージーやったら 誰やろうなおからいメンバーのちょっとあれ見てみよう通知表ちゃおうわメンバー一覧表を見てみよう,うーんと n n b 4とメンバーえー、あ梅山も あのおココの感じ梅山ココナっていう感じがもう漢自体が全部可愛いやなでも顔も可愛いいってどういうこと未来もなんかココナになりたかったな <laughs> あでもレイさんのなあのいいですね名前真鍋もおしゃれやな でああアイピもおしゃれさつきっていうのがおしゃれうんあっ浅尾も可愛いなうん浅尾がトップかなもっちん浅尾未来へやなう梅山未来城西未来あっでもレイさんさつき未来 レイさんが一番しっりくるなどんなんやねんな勝負もいいと思う未来ー勝負の感じが一生かけへんねんななんかねジャングルレディーを一緒にパーソナリティさせてもらってんねんけどなそのジャンルリーの収録の時にいつも検温してからこう何時何分に来て発熱なし咳なしとかっていうのを書くんですよでいつも未来が名前もね書いとくんですよでもう勝負っていう感じが書けへんくて いつもマリンだけ書いて勝負は自分で書いてもらってる今日、実は今日俺の誕生日だよおめでとーんおめでとーんえ、持ってくない桜川未来とかどうあ、めっちゃいいよめっちゃいい初めて見たとき勝負って読め方え、めっちゃわかります でも何やったっけなぁめっちゃおもろいエピソードあってんな,なんかリハの時にこう先生あのたまに来てくださるあのコンサートの時とかに来てくださる先生がなんか急いで発展て菜穂のことを「河野」って呼んで「河野さんはここの一例」って言われた時に「 奈々穂が無表情で「はい」って言ってはってさめっちゃそれがおもろかってんやんもうやっぱさこう川野もさ「河野」って読まれがちやんなんかやっもうそれがさもう未来の中でめっちゃもうつぼでな未来やったらあ未来だから例えばさ中野ミクさんとか言われあ未来なんです」とか言うんやんでも奈々ほさ「はい」とか言っててさもうめっちゃめっちゃおもろくてさそれがでも たまに来る先生で初めてねなんかその来られた先生やったからそれはねまだメンバーその40人もおったらさ覚えられへんやん。だからし仕方がないんですけどでも先生もなんかリハの当日とかあの本番当日とかで結構あの汗汗してはってめっちゃおもろかったのそれが。その後の先生の話がさ未来は関係ないかった関係なくてを聞いててさ。 も関係なかったか余計入ってこうへんかっためっちゃおもろかったな <laughs> でも未来もよくさ中の未来の感じをさよく間違えられるけど全然もう気にならへん。だからねファンの方の方が逆に気にしてくださってはってなんかね全然ミラコ気にしてへんから全然いいよって感じ。 鼻は大丈夫ですか全然ダメですミクさんって呼ばれ,る呼ばれるそう確かに中野ミクさんって呼ばれるかもあんま呼ばれミクさんか呼ばれるな,なんか振り仮名書かれる時とかに中野ミクとかや高校のさ合格の通知表さ中野ミクになっとってん中野ミクやったっけなあの 中の,中の未来の感じが間違ってたもんあるあるなんよなでもなかなか分かれへん寒っなんか寒くなってきた足元冷えねえな未来また冷え性うかもしれん分からんけど未来のおすすめのリップディオールのリップなんかな女の子はな 程よくない唇が潤っとった方がかわいいんでいや見ないマットリップは全然塗らへんなでもあかりんさんのマットリップはめっちゃ欲しいでもどこにも売って私には見つけられへんちょうどあかりんさんのなんやろリップだそのリップだけがないみたいなことが多いからまたねちょっと 探しますアイシャドウはこれですこのこいつこやつをまぶたに塗りましたそしたら結構赤くなっちゃった泣いたみたいピエーン未来はね唇がちっちゃいんですよほらわかりますかリップがマスクにつかないようにする方法とかある もう塗らない塗ららなないいことが一番ですねみマスクする時に塗ってへんもんリップでなんかさ写真撮るとかって言って塗るってなっ塗ってもさもうその後もう落とすもんティッシュでベタベタするからあまあまあかわいいやなんて嬉しい今日はちょっとなんかかわいいなって自分でも思います <laughs> あとさそうメイクしたてやから余計かわいい今日もお家に行ってたので なんかメイクしたってって一番自分が出来上がってるか可愛いんよでもあのこの頃はねあの前髪の,あの毛先ここのパサパサがきになりますだからトリートメントいきたいんですよね私は未来はねあのトリートメントをえ十11月18日から梅田に B アイドルのポップアップショップができるえー、そうなんや 梅田全然行かへんけどさ、行きたいな、梅田。梅田はね、梅田は初期のはね、梅田に服よく買い物行っとったけどな。梅田って高いね服売ってるのが。でも、イチュールハウスとかあるからいいですよね。<laughs> ほら、花。見ないで。見せてんの誰やねんって行きたいな十18日間。 シャールームのためミライは基本すっぴんやから出かける時も写真撮る写真を撮るために出かける時は絶対メイクするけど基本すっぴんやね未ミライメイク嫌いメイク嫌いとかじゃないでメイクめんどくちゃいからこないだ御堂筋イルミネーション見ましたあミラコンも見たで っていうのは嘘なんか御堂筋の手前のやつは見ました何番何回のところみたいな地下でもない前から難波いや未来ねこの前あの用事があって梅田に行ったんよ何の用事やったっけな眉毛サロン行こうと思って梅田に行ったらもう大迷子でございますすっ,ぴんは、ね、もうすっぴんはねすっぴんは なんか見調べようと思ってるな何だっけな忘れちゃった忘れちゃったあら可愛いから化粧しなくても大丈夫それはちょっと言い過ぎだ何だっけな何か調べようと思ってんの。忘れたコメント読み返したら思い出すかもしれんあもう全然思い出せんやんま 思い出すことに疲れたから思い出さんとこあ、待ってタブレット充電ないからさちょっと充電してきていいですかタブレットの充電がなくなりそうタブレットの充電器がなくなりそうタブレットあと十パーやって今日オフやったからタブレットで一日中ね 一、まあ、日中でもないけど、タブレットでね、あれ、あれ見てたんですよ。あの、綾野剛さんと星野源さんのドラマ、コウノドリじゃないですよ。もうコウノドリは見終わりました。ミユっていうやつ分からへん。ちょっとう。アマゾンプライもなんだっけあ、ミユ何でもない。ミユミユ 404っていうのを見ておりましたそう404ですミ四404そう掲示物でございますマジでおもろいこれもうな未来なミ四404超おもろいよねなあ超おもろいよなこれ掲示もんですよネ,ネットフリじゃないえっとアマゾン ビューラーが飛んでいったあのあれですアマゾンプランプラコアマゾンプランコでございます車の運転手な運転手が和田さんですかミヤコ中野さんですよ先配配信ああそういうこと あとな、TVer で、あのな、過去、過去人気番組特集っていうのがあんねんやん。それの未来、ディアシスターめっちゃ見たいねんけどな、忘れててんな、ディアシスターめっちゃ見たい。でも明日は公演で、あさっても公演に出演させてもらえるから、また今度。 19日で無ちゃもあるからどうしよっかな一つ見よっかな今日はもう見やへん目が疲れちゃうから初見ですありがとうございますミラコに興味湧いてきたのはコロナのせいかな違いますよ自分のせいですよあミみゆって言ったから和田さんって言ってる あーそういうこと返し方ね待ってミラコごめんさせへんかったごめんちゃいねミラコの公園はミラコの公園皆さん把握してくれてますかなんか寒いない20日にフロンティア フロンティアの二回公演がありますね。ミラコフロンティアから、私公演出演されてないけど出ると思います。出なかったら悲しい。悲しいです。すごくすごく悲しいです。昨日入ったよ。ありがとうございます。フロンティアと無茶苦茶公演。 プロンピアートむちゃくせ公演ですねむちゃくせ公演めっちゃ楽しみマジで、うん、楽しみうん。あのね十月なかったじゃないですかむちゃくせ公演、うん、あ,あのコンサートのリハとかがさ助けてどうしたん刑事ドラマ見たから解決できるかプーさんいる ハキミツ食べたい。誰が似てるやん。応募はしました。ぜひもう応募してくださいね。どうしたら認知承知これ認知してもらえるようになるんだろう。ショールームとお話し会に行きまくったら承知される。 承知認知していただけるんじゃないかと思いますいなんかさ朝にさ顔が似てるってそれマイカプーさんかわいいかあの朝に認知やって認知やと思ったわそれと思ったよあとショールームのショールームの 名前とツイッターの。名前を一緒にしてくださったら嬉しい。あれです。あの朝に、あのー。白湯飲んでる人いますか。白湯。なんか朝さ、白湯飲んだらえ,えって聞くやん。今日からさ、あのー。 あのー、朝飲もうと思っててんけど今日さ昨日の公演のさ楽し疲れでさお昼まで寝とってんやんびっくり仰天朝にモバメで送ったけど朝コーヒーか未来コーヒー飲まへんねんなコーヒー苦いの苦手やねん ってなんんで飲んだんや,ねんやろなミラコはちなみに朝は起きたらこの頃はバナナがお家に置いてあるのでバナナ食べてパン食べてまかに寝ちゃうレッドブル飲んだことない未来なんかレッドブルって飲んだらないんだっけ眠たくなくなるんやったっけでもなんか公演前にレッドブルかモンスター飲んだら めっちゃ体が熱くなるっていうのを聞いてえな何このスペシャルギフトはいチーズやって遅かったミライはアンパンマンのジュース飲んでますアンパンマンとアンパンマンのリンゴとブドウをが好きですあのちゃんとリンゴとブドウなんですよリンゴジュースあるけど違いますリンゴとブドウです皆さん ハイチーズやってこのスペシャルギフト来たらはいチーズしようじゃあ冬にくるなコンビニにあるのえ未来はいつもそのアンパンマンとそのリンアンパンマンちゃんはリンゴとぶどうのジュースはどんどんドンキで買ってますそう3つセットの紫のやつです みかん担当なんだからオレンジジュースはみんなオレンジジュースなこの頃全然飲まへんかもしれへん今北海道サブこれ皆さんとさ同時にさあれなってんのかなスペシャルギフトもスペシャルギフトって進化しますよねなんか投げたくなるようなスペシャルギフトばっかりおすごい今スペシャルギフトのさところ見てるけどすごい 風船とかあ風船わいいえこんな最高とかもあんねんやえー、考えられてますねやっぱり投げたくなるもん未来も投げへんけどね未来は人にありがとうもろこし、ね、だるまとかもだるまつりもしたくなりますしね知らんけどね あすごいすごいなんか降ってくるもんスペシャルギフトがこれは何何これクッキーちゃうなクッキーアボカドちゃうな何これもう空からそろってる画面に降ってくるやつこれ何ていうの分からへんこれ見ちゃね始まった始まってますよ何これ うわめっちゃ降ってきためっちゃ降ってきたポップコーンあほんまやつぼにも見えるなこれゆずちゃんがピーマン <laughs> 確かにアボカドにも見えるあこれポップコーンなんやポップコーンなんでポップコーンこれ <laughs> なんでポップコーンとかもこんばんは サユ飲んだらお通じが良くなるあっさゆにはそんな効果があるのかでもお通じには困ってへんなミライちゃんはジェルネイルとかしないのミラコはアニエルミーにいる間はネイルは新品かなって感じするって言ってもプライベートでするかでもさジェルネイルとか高いのにさ1日で外すとか絶対嫌やしさでもなんかねちょっと前髪崩れたからセットします あ,のあれななんよなミラコのなミラコのアイドルの中の定義な他のメンバーさん全然未来未来自身に思ミラコ自身に思ってることななんかなやっぱミラコはこうアイドルやからおネイルはしたらあかんと思ってね他のメンバーさんは全然いいんやけど自分の中のアイドル像はしたらあかんと思うねなんかしたらあかんとかしたくないね未来的には。 もうなんか薄いピンクとかもうなんかもうただ単になんか指の血色よくしてみたよは未来の中でもいいんやけどなんかネイルとかはあんまり公園に立つ時はしたくないかなってだからミラも染めてへんし髪の毛だからこそこだわりやんやねんそうミラコのこだわりやねんラコはネイルしないっていうこだたまにめっちゃしたくなるで。 めめちゃめちゃゃしたくななるけどそんな衝動5分で収まるしでもネイルとかしてこうマイクとか持ったらこうキラッて光って可愛いねんやろなとかは他の人見てて思うけどミラコはしないんですよ。するって,言っするってなっても言っちゃう薄いピンクとかなんか血色良くしてみたよみたいな感じ。 ミラコのこだわりなそれは自分自身のこだわりやねんえから髪の毛も染めへんしもう痛きあの痛みたくないっていうのもあるねんけどな手めっちゃ乾燥してきたな,なんかやっぱこの季節は乾燥しますよねネイルしてますいいじゃないのでもネイルって高いですよねネイルは あのメンバーさんのさ「それなんぼしたん?」とか聞いためっちゃ得って思ってますものかりんさんにはネイルをすごくされたいですね私はかりんさんにはネイルされたいでございます昨日久しぶりにねたまたまねかりんさんに会ったんですよ ショールーム昨日ショールームでも最後だから途切れてたかなかりんさんに会ってもうめっちゃ会いたくて飛び跳ねて寝転びましたカッカカカカカリンさんカカッカカカリンさん 昨日のリーダーダ見てましたでもちょっと違う言葉してたんであんまり見れなかったんですけどキャプガも見ましたちゃんとハート作ってったまた見たいですねあっコ天才ミラコ天才やであもうごめんなさいね鼻水かりんさんは 世界一可愛いと思っていますひつまぶしで何か思うたしたいですねあの菜那穂が卒業するまでになんか結構ねあの質問箱インスタのとこ <laughs> インスタの質問箱とかしたらこう最後にひつまぶしで何かしてほしいってね いうコメントがすごく多いんですよ。したいです私も。でもやっぱみんなの予定も合わへんしさ、チームがさ、もうバラバラやん。かりんさんンマントでさ、ハータンはさ、ミックスジュースで7歩はウィンクでミラコフロンティアでさ、もう合わへん、合わへんのよな。でもほんまに思ったチームが離れたら全然合わへんなって。えかい未来さ。 前のチーム B2 の時はさケイトにめちゃめちゃ会ってたけどもう会わへんくなったしさやっぱチーム離れたら会わなくなっちゃうんですよね母さん元気元気ですよあっほんとななるほど卒業止めてほしいもう任せてくださいって厳しいんやけどな ダンサブルルはどうなるのダンサブルルはちゃんと言いますよドラ。主にドラさん。ドラさんの誰か。ダンサブルルが誰かどうかも分かってへんぐらいそういう感じでなので。ほんとね。やからミラコンのここの前髪のパサつきも気になりますね。付き合ってるから止められるやろ。まあ確かに。 確かにねテパかナフはこの頃ユイナちゃんとすごく仲がいいみたいでいいと思います昨日もなんかベタ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 しとったほんま「ベタベタベタすな」って怒らないぞって濃厚接触なるだろうってな 昨日のケータリングお寿司やったんやな。話は変わるけど。こんばんは。昨日はね、もう、お寿司で、最高でした。近重さんはね、結構お寿司のケータリングが多いんですよ。この前もなんかの時お寿司やったし、めっちゃ美味しかった。もう、未来な。こので一番お寿司がめっちゃ好きやねんやん。 もうほんまにお寿司が好きでめっちゃ美いしかったいつもねこうこんな感じのこんな感じこんぐらいかなこんぐらいのお寿司がね来るんですよでも明日の公演はお寿司かなお寿司がいいなお寿司の好きなネタは縁側です 後ろ浮きの置いてへんで公園やったからこんばんは近重さんは寿司が好きかもねいやもうそのままでずっといてほしいもう未来公園出るたびにさ「今日はお寿司かな今日はお寿司かな」って思いながらさめっちゃワクワクしてん,んで昨日メイクさこうメイクでメイクしようと思ってパック貼っとったらさケータリングが来てさもう走って見に行ったんや今日はお寿司かなって思ったらもうお寿司やってさめっちゃ嬉しかった。 もう私大好きよく食べる割には太らないん、ね、でめっちゃ太ってるですき焼き弁当すき焼き弁当もめっちゃ好きですでもすき焼き弁当はなあんまり公演公演前のケータリングではこうやんかなリハコンサートのリハの時とかは結構すき焼き弁当来るもう でも全部すき焼き弁当でいいほんまにご飯大好きミラコの楽しみはご飯やもんご飯とつむつむはミラコの楽しみやからその大好きなご飯を我慢しろと言われてもできないんです私にはでもやっぱアイドルはほ未来の中のアイドルのこだわりは細身の子が好きやからかりんさんみたいになりたい なんかねかりんさんのやっぱりあの細さはやっぱ骨の骨の違いとかもあるやん何かもう骨とかでも骨格骨格でも難しいと思うけどまあでもかりんさんみたい胸はちっちゃくなりたくないけどもうかりんさんみたいになりたいですねマイティとかも憧れます骨格なんよな すべては。いや、でもすべては、もうその人の努力やから。ディス、デスってないですよ。いじってます。いじってるだけでございます。ごめんなさい、かりんさん。手足の長さで。 見栄ミラコさかりんさんより身長さでかいけどさかりんさんより手足短いねんやミラこどう長やねんあのミラコな足より胴の方が長いねん逆やったよかったなほんまに足長い人めっちゃ憧れるもん未来はどちらかといったら胴の方が長いから悔しいすごく。 悔しいです。私は。でもそんなこと言い訳にはできん。それも自分の武器だから。短足ってやつか、そう。短足なんよ。よくぞご存知で。あ、お腹なった。そう、未来は日本人体系って感じ。ザ・日本ボクちゃん日本って感じ。 今日のさこれかわいいな服話めっちゃ変わるけど今日なんかあの衣替えしてて見つけためっちゃかわいいこれどこのパッカーやろ未来の好きなところってどこやねんでな分からへんもう読めへん MA か始まるやついっぱいある中ちゅうねんでな 身長何センチ ?164 から166をさまよってます。可愛いいですよね、めっちゃこのパーカーちゃん。パーカーパーカーかこれめっちゃ可愛いので、このね、フリフリがおすすめでございます。これ多分ファンの方からいただいた。お腹減ったん。このショールもまた見られ 半身浴くするから皆さんお風呂入ったお風呂入った袖よれよれやんてこういうやつやねんでフリフリでかいやあれ,れしいあ入った方が多いえっ 早ない早ないみらこのショールーム終わった入る今落ち着いた夜勤終わったらあ夜勤サウナ入ったみらこサウナ苦手ええ皆さんやっぱもうそっかもうだって21時やもんなみらこショールームするから入ってへんけど早行いこってでもお風呂入るのは。 お風呂配信バカ来月入る今月始まったばっかりやで今22時21時って言った言い間違いが激しいな12日のこ演やったておありがとうございます 今は22時もうすぐ23時明日は朝起きたら何食べようかななんかなあのー、ミラコンの中でなあのー、朝じゃあ夜な満腹のまま寝たらダメやと思ってね夜はお腹減ったまま寝たら絶対痩せると思ってるから っってるからめっちゃうまなこんなな1時間ぐらい喋ってるけどなもうほんまにめっちゃもかえってんねよ今けどもなここで食べたらやっぱマキやと思ってるし明日も公園で顔もすっきりさせたいから明日の朝ごはんを楽しみに今日は寝ようと思うから明日の朝ごはんをね何しようかなって考えておるところです。未来の 大好きなみかんももう食べきっちゃったあでもあるかいあるわでもありますね一個あるあとバナナとあと何食べよう何食べようかなパンパン空腹で寝れる今日昼寝もしちゃったから厳しいと思いますでも寝ます明日も公園なんで 公園前はちゃんと寝やだもう体力持たへんからえ食べよっかなわかりませんヨーグルトないですおうちになくなっちゃったまあでもなんかもう殴ったお腹か減っお腹かがお腹が減っちゃった 明日見に行きますありがとうございますあっさ飲んだらいいんや飲もうっとじゃもうさゆ作るのめんどくさい未来おうちにああいうのないんだっけあのバーっていうのないからよくさあれあのイオンモールとかで勧誘してる人にはないんだっけティファールちゃうわティファールおうちにあるね あのお水とさお湯がピュッて押して出るやつなんていうんですかあれあれなんていうの、ん、ウウォーターサーバーそれですウォーターサーバーですウォーターサーバー落ちないからリファールで高なでもウォーターサーバーさあれ落ち少なそう ウォーターサーバー未来中野家はウォーターサーバーいらんはやからでもなんかこうさゆのみたいなってさダイエットしてさ思うねんけどさあのサーバーありますかおうちにすごい使い勝手いいですか便利なんやじゃあ中野家にも あー結構持ってはんねんやんじゃあ中野家にもウォーターサーバーが必要になったらミラコが買おうと思いますあ確かに中野家はあのティファール派ですねティファールでポチって押してそういうことかでもさウォーターサーバーさミラコが学生やったらさ朝とかにさなんか お湯とか炊くのめんどくさいからあったらよかった。もう学生じゃないからなもう。もうスイッチ買うの、ね、忘れてたスイッチ。つむつむにハマってでもなー未来なー部屋の片付けしててあのスリーディーエスを見つけたんよ。でも充電器で撮ったからスリーディーエス充電してんやけど。 もう充電もできんひんこと壊れとってんやん未来は小学校の時とかに持ってたやつやったからでもなんか動物の森とかしたいなって思ってなスイッチの存在忘れてましたね未来すぐ忘れねんなやっぱコンサートあったから言い訳にはしてへんでコンサートがあったっていう言い訳にはならへんけど忘れてたなコンサートで。 でも、つ森が欲しいな、めっちゃ。ともこれめっちゃし、え、ミラーもともこれ、ともこれと、ガールズファッションモテコーデみたいなのと、動物と、動物、動物の森と、あとあれもしてみました。逃走中。逃走中もしてました。つ森飽きるマジ でももミラクはつもり飽きんかもしれへんこれ育てるのとかめっちゃ好きやから。やからつむつむとかもあのガチャを未来コインめっちゃ貯めて引くんよ。そのガチャとかでなんかそのレベルアップさせるのがめっちゃ好きやから。あマリオカートもしてた。鉄はしてへん 動物の森は DS の時が一番面白いそうなんやスイッチになったら面白くないんあ確かにスマホで集まりありましたよね確かにでもあれはインストールしたけどさよく分からへんかったから消したな動物の森でなんか育てたいなでもスイッチ違うんですか DS とそうやったら買いたくない あら耳ミン熱盛かな熱森とマリオカットとタイスマブラしてるからやっぱね憧れの先輩がハマっているハマっているゲームは買わなくちゃいけないと思ってるので夜勤頑張ります頑張れ頑張れ 囲碁かかった将棋か将棋はあんまルール分からへんのオセロやったら分かりますよスイッチのは島全体をクリエイトして自分好みにできるやっぱり自分好みいいですねあつ森最近追加更新さされたたからやることがたくさんえー、大変そう大変。 大変変でございます <laughs> でもまあまあまた何かの節目になんか大きな仕事とか入って自分が頑張ったら買おうとかにでもそれ前にも言ってましたねコンサート頑張ったら買おうってまた何か頑張りますあとでねこのメイクしたからね 写真撮ろうと思うから写真を撮るときはこうやって前髪整えてリップも塗ります明日のこういうのあの髪型にしようかな全然決めてへんけどユニットもね皆さん予想しててくださいあのマリアか なんだっけ、マリアか。なんだっけ。キャンディ。どっちかな。どっちやと思いますか。でも、あの珍しい髪型したいな。 こんばんばはでもなんかあれですよねファンの方ってさ天才やからさあ今日はこの子がいないから今日はこの子なんだ今日はこの子がいないからこの子が入ってるから今日はここのアンダーとかっていうのをさ、あのー、予知能力してはるからさあのすごいと思います未来やったらできひんそんな未来がもしも ファンの方の方やとできない最近は大阪魂ばかりですねまずやな5チームが大阪魂してるから必然的にそうなっちゃいますよねメンバー同士でも喋ってましたそれこんばんはどうしようかなもう言いませんけどね明日のオープニングであ、今日はここのポジションなんだと思って 見てください見てこうアホ毛が出てきたアホ毛は消し去るアホ毛お消し消し消し去る消してやったぜアホ毛はミラコに負けましたこういうめっちゃきつそう。 ミラコもさ NMB 入る前お姉ちゃんの生誕祭とか見ててさのどいてないのとかめっちゃ思ってましたでも野坂かうはないかな消えたすごくない消えましたね見事に10月は告白入りましたミラコ面白かったほんま ミラコ面白かったそう言ってくださる方がいるからミラクはね日々進化できるんです。この前髪をこうしてこうするんです。 美容院にも行きたいな未来の今一番行きたいところはあのー、ご飯屋さんです後ろに行きたいそんな感じかな今日は今日も今何時やろ見てみよう <laughs> 55分未来 未来公の生誕祭は多分12月かなあれですあのー、明日は公演終わりにショールームします公演終わりですね公演終わりにショールームするのでぜひあの皆さんフォローしてあの待っていただけたら嬉しいなと思います公演前はねちょっと休みたいというか心の準備をしてるのでいつも私は。 ぜひ、公演前に、公演前にちゃうわ。公演後に来てください。ゲリラで多分、すると思うから、皆さんフォローしててくださいね。公演後。あさっては、フロンティアも公演後にします。そう公演後ですよろしくお願いします。明日も公演頑張ります。皆さんのね、 未来あのー、みーちゃんって言うんですけどあのコールは是ミラ未来と心の中で言ってくださったら嬉しいです12月の10日が私は誕生日ですぜひよろしくお願いしますということでランキング発表しようかなランキング発表します13位 ありがとうございます。十人ふるさとのゆうさん、ありがとうございます。十一、元気白梅秋秋さん、ありがとうございます。十位サインタンさん、ありがとうございます。九位、浜締めサラリーマンさん、ありがとうございます。八位、ゴンちゃんさん、ありがとうございます。七位、やまピーさん、ありがとうございます。六位、大阪のひロしトよさん、ありがとうございます。五位、アキラ二パーセントさん、ありがとうございます。四位、ヒロチゅンさん、ありがとうございます。三位、いちゃんまるさん、ありがとうございます。 二おおちだ二こてつさんありがとうございますそして栄光の栄光の第一位はドルル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 ンともさんですありがとうございますパチパチパチ皆さんにパチパチミラコでございますありがとうございますそしてスペシャルギフトを送ってくださった方 あまたスペシャルギフトが消えてる私の画面で表示されてるされるのがもうあやばい、えー、サインタンさんありがとうございます大阪の渋谷アナギサマイさんありがとうございます大阪のヒロシさんありがとうございますでもさもっと送ってくださってた途中でスペシャルギフトを見てるときさ っっっと送ってくるやっぱバグ,リバグリかな皆さんのところでは表示されてるんこれミラゴンのところで表示されてへんねんけどありがとうございますされてるんや皆さんのところでは。 なんでミラコも縦にしたら分かるのかな縦に縦にしたら分かるとかいや関係ないわちょっとちょっと待ってくださいねちょっと戻します横にでもあのー、送ってくださった方もありがとうございます でも表示されてないからただ単に読んでないとかではないんですけどねありがとうございますでもさっき見えてたから多分さ下のなんかめっちゃスペシャル昨日もあったから一昨つもあったからなびっくりびっくりぽポンだほんと 皆さんありがとうございました。今日もショールーム来てくださって。お風呂入った方が多いと聞いたので、えー、もう早く寝てください。ミラコは今からお風呂入って、明日の準備して、寝ますおやすみ皆さんありがとうございました。コメントに星に、ね、スペシャルギフトにカウント。明日は公演よろしくお願いします。じゃあね。 ありがとうございました。